お疲れ様、そらっとです。今日最後こちら進化ドリルやっていきます。さあ、なんだかんだね、ドリルめっちゃ強いです。はい、まあ進化する前のドリルも俺はものすごい好きだったんで、まあ、進化後もねちょっと愛用していこうかなと思います。で、今日は縦線ボンバーナイト型ですね。はい、なんかまあドリルも正直中身なんでもいいんですよ。はい、ダイナマイトゴブリンがいる形もあれば、まあ、マイティもあれば、ロケット星が入ってたりもあるし、マジックアーチャーが入ってたり、まあ、ロケットが入ってたり、正直型は無限なんですけど、まあ、個人的にやっぱポイズンとかが一番ね安牌で使いやすいかなと思ってます。なので今日はこの型でいきます。まあラバーとか来たら、はい、ドンマイつって頑張ろうかっていう話でね、まあ、陸系すべてに勝っていきたいよねっていうね。デストラに行かないか。さあ、迫撃もじゃもじゃのウィザードかな、これ。昔は無課金迫撃とか呼ばれてましたけど、今ただもじゃもじゃしてるだけなんでね。まあ、一旦耐えて。ウィザードいんのかな。ああ、マスケだ。これ攻めウッド打ったらさ、そのギャング系をさ、マスケも抑えながらみたいな。よし、よしなのか、まあ、ちょっとしか入んねえな。まあでもやりこぶギャングとかなんで、これ進化ドリルポイズン絶対きついぞ。まあ、進化迫撃をまずは耐えるとこからかな。まあ、進化時のドリルってもう、完封不可能なんで、ぶっちゃけ。え、なんでそっちなの？なんかもう、テンプレみたいな戦い方来てんな。まあ耐えたんでいいんじゃないですか。じゃ、進化ドリルポイズンやりてえな。まあ相手の本命は多分左なんでね、これ。行くか、これ。ここしかねえだろ、これ。でもあとはお祈り。入れ入れ入れ、あ、見てろ見てろ。うんうん、ごはんないんだけど全然勝てないんだよ。はい、よっあ、見えてんね。いいね、ぽいもの。いっちゃうギャング。いや、うざそう、これ。ボンバーもいいよ。よしよしよし。さあ、ダメージはやや追いついた。高めますけど、やだな。ファイボがあるかも。こんにちは。ウッドまで行っちゃいます。いいよ、だんだんとね。進化ドリルも回りました。怖っ。めっちゃ左やん、本命相手。さあ、ちょっかいかけて。これ強すぎるかんな許容できそう。右はアホ入ってるわ。で、もう一回ドリル回っちゃうみたいなね。もう一回回しちゃうみたいなね。やばし、一生投げるだけなんだね。で、ナイトいないんでポイズン打って端間にお家を建てましょうお家を建ててポイズンとね呪文を回して、もう一回ドリルを投げましょう。さあ、ナイスインチキドリルです。これがやばいよな。何これ、何すかこれ、強すぎないか。正直
進化ボンバーとかも使いたいよな。このデッキだったら高回転だし、まあ、進化ナイトでもいいな。まあ、けどね、いや進化ボンバーも進化ナイトもめっちゃ強いけど、それ以上にさ、ドリル投げて進化テスラで芋っといた方が強いっていうのでさ、採用できない。やばいよな。ナイトユニックス、あんま最近だと見ないデッキだな。いや進化枠ね、なんか4枠とかになればこれナイトもボンバーも全部いけて超強そうだけどな。そうやばくない、なんか最強デッキになりそうだけどな。エリジェイド、まあでもそんなことはまだ起きないんだろうな。進化4枠になったらマジ強いぞこのデッキ。まあ、もっと強そうなデッキも生まれるかもしんないですけど、エレジャイ、エレジャイってなんかさ一定数いるっすよね。何なんだろう。ボンバーもあります。正直こんなんさ、もう防衛でドリル出してくよくね。進化たまるやん。まあまあ進化ドリル貯めれるんで美味しいか。痛いねそれ、やめてんね。あこれ相手進化ボンバーか、進化ボンバー進化ないと。ボーラーいるん、ちょっとしょっぱいな。でもドリルもう回ったよ。いや、おお暇なんだろうな。大砲ね、ボーラー安っすね。ボンバーもだけど、え、まあライトニング削りとかも嫌だけど、もうニチニチ削るしかないんだよ俺は。まあ、相手はちょっとだけライトニング削り意識してるかもしんないっすよね。なんかまあ負け筋はねライトニングっすよね。あのボールはさドリルでしばけないかな。ヤンキーすぎるかな。ざっと言えばドリルでしばけそうな。こことかでいっちゃえばいいんだろう。いやもう冷静だな俺。うまいサウンドね。でもナイスギャスギロ、俺行きますか。もうボーラーをしばいちゃう。いても関係ないだろ。あインチキボンバー失敗してる。やめしたテスラ。守れば勝ちですね。なのでボイパ入っちゃいます。守れば勝ちはすぐ守りますよ。まあタイブレークで負け筋はボーリーが入ることか。よいしょ、まあ竹取って、いやー強えなーボーラー。
ボラいたよな。いたけど、なんかボラもボンバーもいたよ。ナイトもいたぞ。何でもいたけど、はい、ドリルが勝っちゃいます。いや、このさ、進化テスラと進化ドリルの組み合わせがものすごい強い気がしますね。やっぱ進化ドリルで攻めると、まあ、そのタイミングでポイズンとかも打ちたいじゃないですか。ってことはさ、ドリルポイズンで8コストを使うわけじゃないですか。8コストを使ってて、普通に考えたらそのカウンターものすごいきついけど止まるわけじゃないですか。まあ、進化テスラだからね。それがやばいんだよ。普通に、なんだろう、進化しないテスラだったらそのカウンターを守れないと思うんですよ。でも進化テスラだからこそ止まっちまう。簡単にね、進化テスラとドリル、この組み合わせがイカれてんな。いやー、さあ、ダイナマイトが終わったのやつですね。進化スキル。怖っ。怖くない今の進化スキル。基本届かないイメージあるけど、ちょっと届きそうで怖かったんだよ。攻めちゃおう。ダイナマイトゴフリンめんどいし。はみ出ろー、はみ出ろー。相手の棒うめえな。全然入ってねえやん。ハイスピか、便利だな。まあほぼ同じようなデッキですね。いやー、マジか、どうやって勝敗つくんだろう。難しいな。進化ドリルがはみ出たら勝てるし、はみ出なかったらみたいな。まあいっぱいドリル飛ばしまくんのがいいかな。やば、それこのはみ出具合いかつくね。よくわからん。いや、ロキかー。ロキはまずいな。このお互いさ、ドリルを拾える中で大きなダメージの差がつかないんで。え、なんか、ちょっとあんのか。今のでだいぶ。いや、これで入んのさ、バグじゃね。俺も入ってんですけど、ちょっとだけ。マイスピ強え。ドリルロケまで来るんで縦線で守るか、これ。でかっ。え、どういうこと。相手も、えっつって。なんでですかつって。いや、しばろくのおかげだ。危な、マジで止まんなさすぎん。ドリル、通常時ドリルでも強えのんな。なんかちょっと珍しいデッキ来たぞ。迫撃ホグね。コウモリ。ブラスター。クラッシュデビルルーツ。
まあ進化ドリルポイズンすればどうせ勝てるんだろうなと思いながら、あのと思いながらね耐えましょう。だから耐えれば勝ちなんですよ、簡単だ。進化ドリルポイズンで勝てるんだから。エレスピアね大事、コウモリに。痛い、でけえ一発前ラン。さあ次進化迫撃ね、まあ、そこを耐えてしまえばじゃない。おお、まさかのね。いや怖っコウモリも今きついんだよな、ちょっと。いらなそう、いりました。ざけんなよ、痛すぎるだろそれ。打ったんだ、やなの。お、でかい、ほいほい、ナイス。いやこれブラスターだからさ、縦線強そう。え、やば、あぶね、ギリ間に合ってそう。やば、いい攻め。でも耐えりゃ勝てんな、あえて削りねえぞ。ボンバー単品もったいねえ。むず、ヤナミウッドっていうのがさ、これまずいね。一発入んのそれまずいね。二発入ってんなんだろ。ヤナミウッドか、バルキリ、いやちょっと事故んねえかな。相手こっから削るのむずいけどな、俺もむずいんだよな。ガゴムネ強すぎん、マジモジャモジャしてる。バルキリーまずいなこれ。時間が、うわマジで惜しいな、全然あったけどな。こんにちは、見てねえか。うわ惜しい、これなんか一発オグでも反撃でも入ってなければか。変な反撃曲やな、すげえなこれ。ヤナミウッドってレアだな、ドリル嫌いすぎるだろ。バルキリーだったのも偉いな。まあでもドリルポイズンでねやっぱ削れるから、
本当に守るだけで勝てそうだな。ちゃんと守れればね。ホホ君一発、迫撃一発、ああいうのがなければね、最終ダメージで追いつくことは多分できるんで。ヤンキーすぎないこれ。あー、まだまだ子さんね。まあエリゴレとか、まあジャイレイジとか、まあゴレとか、チンパンを極めた人っすね。ちなみにめっちゃすごいっす。なんかそれで世界一桁とか取っていった気がします。うん、だからマジで戦いづらい。チンパンを極めるってどうなってんだっていう。逆にすげえんだよな。いやー、まあライトニングかなこれ。いろんなパターンあるけどな。ライトニング打たれたらちょっとまずかったりするかな。まあ、なんかプリンスからのコウモリみたいな。よし。いや、これはね、この人と何回も戦った頃こその分かりました。今プリンスからのコウモリがよくやってきてたよな。よしよしよし。でかいぞ。この人いらなかったかな、正直。サード捨てたか。メンバーも言うんだね。マジいらんかったナイト。謎ナイトした。いやー、まあトルネと、まあ普通に考えればライトニングっすけど、普通に考えれば、これ進化じゃねえの、マジでまずいな。あー、でもヤナアメだから違うかも。ここ熱くね。いやー、ボンバー良すぎる。いや、でも俺のボンバーもさあ気づけばタワーがなくなっています。いや、ポイズンエレスピーの万能さがやばいな。これボイドだったんで、ね、できない。これライトニングだったら怖かったですけど、ボイドね、打つタイミングなかったの。ナイス。ペリーだ。え、なんか前当たったことあんな。何使いだ。黒船阻止ザップね。まあペッカラバー、ペッカっぽい。いや、これペッカはね、マジアチじゃない限り勝てそうだけど、マジアチだったりするんだろうな、そういう時。まあ行きたいが一旦落ち着いてもいいか。ゴースト持たれてるとね、刺さんないんだね、ドリル。ゴーストされたら行っちゃいますけどね。ボンバーも立て線もあるし、ナイトでもいい。守りすぎか。撃たれそう。いてー、ペッカの工場ゴーストのウィザードね。うわー、負け筋ウィザードっすね。こいつも強いねんな。マジ進化トップ3を上げたら、もうドリル、テスラ、ウィザード、この3つだろうな。今は明らかに壊れてる。いや、進化ウィズ、ボーポイしても、その後ちょっときついんだよな。耐えれるかな。まあ、ワンチャンドリルボーイも視野に。誰やねん、あんた。対空ウィザードオンリーや。
なんかめっちゃ簡単に止まったぞ。やばい、ごめん。いやーゴーストねー、マジ萎えるよね。ダイナマイトゴブリンもいいんだよね。体育水だけね。いやこれでもちょっと強い相手。え相手ってこれ、ウィザード燃やして、池越えらん、あんま入ってねえな。いやー耐えれたら勝ちですけどね俺。耐えれるかな俺。なんでやろ。ふふふ、余裕で止まるやん。やば、止まりすぎじゃない。今のやばいっしょ。イサ打った、ボンバー強いんだよ。いやボンバー、いやこれで入ってんですよね。まあちょっとアドがね吐きそうではあるんですけど、進化テスラです。ニョキニョキ大作戦、うわー強えこれ。よしよし、進化ですら貯めたかったりすんな。行ってもいいけどな、ゴーストサイトし。おぶ、え、おぶ、ぼぶ、ぶぬ、え。え、怖っ。ちょっと負けてたよ、最後。怖すぎるな、ウィザードとダイナマイトゴブリンか。なんか、ちょっとなんか。まあ、特殊なこともねえが、対空一枚ペッカね。陸強すぎだろ。Wi-Fi! Wi-Fi! なんか足んねえな。行ってこい。強いだろ、これが一番。でもはみ出るよ。え？なんかザップミスってんな。さあ、おかわりペッカじゃない？マジアチじゃなきゃもう勝ちなんだよな、多分。え？ガゴ？さあ今度はまあペッカですが、形の違う方のペッカと、まあ愛のポイズン打ちたくない、もったいないかなって。まあ適当に進化回そうが優秀かなっていう。オーケー、進化ドリル早っ、回りました。めっちゃ早くね。ゴーストがいない時のドリルポイズンってか、なんならもう早っ、相手もケツペッカ。いや悩むな、一旦守るか、おとなしく。ボイドだけ気持ちいいのにね、ケアします。
まあ LSP からのナイトでもよかったかもな。まあでもゴース咲いたんで相手絶対できつくねこれ。いやーバカ入ってるぞ。バカ入ってるぞ、入りすぎだろ。よしよし、いやいいね。さすがにやっぱ打っとくかこれ。さあ、テスラ立ててドリル行く準備してガゴ丸か。まあガゴにポイズン打ってもいいな。相手はこれを突破できません。いやマジでペッカメタすぎん。てか最近ペッカもちょっと多かったんでちょうどいいな。おい、気づけばドリルが働いてます。わー熱っ。ペッカメタでさえペッカに勝ちたい人は使ってね。さあというわけで陸特化ね、ドリルですね、まあ、ペッカとかゴレとか、まあ、基本的に幅広く戦えるかなと思います。まあなんかロケ型とかもいろいろありますけど、まあ個人的にポイの方がはいだいぶ使いやすいかなと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。よければチャンネル登録もお願いします。おしとまたね。